皆さんこんにちは。毒蛇がお届けする弘前ローカルニュース、本日のトピックはこちら。弘前ねぶた300年祭初音ミクコラボ公式グッズ見に行ってみた、というわけで、今回はですね、弘前市土手町にあります街中情報センターの中のショップに行きまして、こちらの公式コラボグッズがどういうものがあるのかなということで、撮影をしようと、お店の方に写真撮っていいですかって言ったら、どうぞどうぞっていう感じだったので、もう全ての商品を収める勢いで撮らせてもらいました。あとこう展示してるものとかね、ものすごいアイテムがいっぱいあって、アイテム数がねもうすごかったですね。ありとあらゆるグッズが所狭しと並んでいる感じですが、この金魚ねぶたのね感じで作られているお顔の初音ミクの金魚ねぶた風のものが一番ちょっと気になりましたね。もう絵もね、いろんなタッチのがあるんですよね。この実用的なものから、文房具的なものから、お洋服的なものから、本当すごいですね。あ、そしてね、こちらは街中情報センターの模様なんですけれども、他にも、7月25日から、弘前市内、弘前城情報館、あとは観光館の桜ハウス、それからりんご公園のりんごの家、あと津軽藩ねぷた村アニメイト弘前店でも、このようにいろいろなコラボグッズが販売されていると。そしてこのね、弘前に遊びに来た方はこの辺りで手に取っていろいろな商品を物色することができるわけなんですけれども、来られないよという方のためにもですね、このウェブで販売があるようですね。キャラーニコムっていうサイトで事後通販も決定しましたということで、今見てみたら8月の8日からだったかな、なんかこちらのキャラーニコムというところで販売するようですね。お祭り期間までは弘前市内のいろいろなお店で、でお祭り期間が終わると翌日からネット上でこの公式コラボグッズたちが買えるようになるみたいですね。そしてね、このここが一番圧巻だなと思ったんですけれども、もう壁一面にこのように飾られているところがありまして、これはもう全部買えるものなんでしょうかね、今の時点で。もしそうだとしたら、もう本当アイテム数がただただ多いなと思ったので、もう何を買ったらいいかめちゃ悩むくらいのアイテム数だなって思いましたね。まあそう、選ぶのも楽しいんでしょうね。そんなわけで、今回は土手町にあります街中情報センターの中にある、ミュージアムショップで、弘前ねぷた祭り300年祭、初音ミクコラボ公式グッズを紹介させていただきました。では皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。